デュアメル・ジュモンソ、アンディ・ルイ・デュアメル・デューモンソは、フランスの植物学者、海洋エンジニアである、ピティビエで貴族の家に生まれた。植物学に興味があったが、父親の希望で法律を学んだ。広い屋敷を持ち、その庭を実験農場にして、園芸学や農学、森林学の実験を行い、多くの論文を発表した。1728年に、 フランス科学アカデミーの委託を受けて、ガティネのサフラン栽培の病害の原因を調査し、土壌中でサフランに寄生する菌類、リゾクトニアにあることを発見した。その後も、穀類の病理学を研究し、ビュフォンと協力し、樹木の成長についても研究した。1736年には、当時異なる物質だとは考えられていなかった。 カリウムとナトリウムの差異を示す論文を発表している。1740年から農業生産に影響する気象の問題を研究した。1738年に科学アカデミーの会員に選ばれ、後に何度か会長を務めた。1739年にフランス海軍の監査将校になり、造船技術や木材の保護や船員の健康管理などを 科学的に研究した。1741年に海軍技術の学校の設立者の一人となり、この学校は1765年にイコールでインジニアーズ・コンストルークトゥアとなり、現在の海軍機関学校の前身となった。1752年にブレスト海洋アカデミーの設立に取り組んだ。著者のズハン・デュアメルは、植物の学名で命名者を示す場合に、 アンディルイデュアメルデュモンソーを示すのに使われる。ありがとうございます。